どうも、ビデオゲーマーです。こういうキャリア、ケルン編続きやっていきましょう。今回オニオンベルリン戦取っていきます。で、あれですね、FIFA 21のトレーラー公開されまして、まあ、NFL ですかね、と一緒のトレーラーだったので、情報自体はかなり少なかったかなと思うんですけど、でもね、グラフィックの進化だったりとか、すごく、など感じられたというかね、まあ楽しみですね。うん、スタジアムの雰囲気もすごかったですし、アンフィールドとかね。なのであれを見てしまうとやっぱりすぐやりたいなって思ってしまいますね。でまあ公式サイトもオープンになりまして、そこにね、進化したところの情報とかもね、書いてるんですけどね。まあ PS5 自体はコントローラーが、かなり進化するので、ゲームにでね、コントローラー自体に伝わってくる振動とかもあるらしいので、それによってこうシュートだったりタックルだったりとか、あと何だったかな、パスとかキャッチとか、あとこの蹴る時のヒットですねの衝撃が、実際に伝わってくるような仕様になっているらしいです。なのでそれも感じれるようなねゲームになっているので、実際にサッカーしてるじゃないですけどね、そういう感じのこう没入感あるプレーになるらしいので、そこもねすごく楽しみですね。なんか常にバイブレーションがかかってるじゃないですけど、またそれとはちょっと違うのかもしれないんですけどね、まあそういう感じになってるのかなと思います。で次、ロード時間ですね。PS5 が SSD になるので、まあ今まではね HHD だったので、中身に入れ替えないとねロード時間が、短縮できなかったりとか、あとこうなんだろう、PS4 自体のね、うなるような音もね、軽減できなかったりとかしたんですけど、もともと SSD が入っているので、かなりロード時間は短くなって、まあ、プレイ自体の、この、なんだろう、なんつったらいいの、ああいうの、こう、だるさというか、そういうのがなくなるらしいので、まあ、ロード時間がすごく短くなるのは僕個人としてもすごく嬉しいですね。すごく長いゲームってやっぱあるので、まだ始まらんのかなみたいな。あるんでね。うん、最近思ったのは本当、アウターワールドっていうゲームですね。もう本当もうびっくりするロード時間が長かったんですよ、あれ。なので、そんなのもあったりして。なのでね、小3の甥っ子がアウターワールドにハマって、で、ロード時間がすごく長くてすごく苛立ってたんですけど、それをなだめるのにすごく苦労したっていう、のはすごく覚えてますね。で、次が、ライティングとレンダリングですね。まあ、環境によってこう、当たる、ね、あれが違ってくるので、うん。そう。照らし出すなのでね、まあスタジアムとかの、まあ雰囲気とかも全然変わってくるので、それによってね、試合感も全然変わってくるんですけど、そういうとこもね、細部に至るまで、描き出しているらしいので、いろんなスタジアムでいろんなライティングが生まれたりとかするらしいのでね、そういう細かいとこもねすごく気になりますし、うわこのスタジアムでこのライティングでできるの、夜はこうなんだとか、お昼晴れてる日はこうなんだ、雪の環境だったらこんなんなんだと、やっぱりね、キャッチフレーズかね、新次元を感じるだったかな。なのでネクストレベルなんでね、次の次元を感じるだったかな、ちょっと忘れましたけど。ネクストレベルなんでね、やっぱりね、そこらもすごく進化しているので、いやかなりいいですね。すごくそういう細かいとこが僕は好きなので、すごく面白いなと。もう今からでもね21やりたいぐらいですね。で発売が10月の6と9なんでね、アルティメットチャンピオンズエディションが6ですね。でスタンダードが9ですね。で E アクセスに入ってたら、早期アクセスで1日からできるらしいので、でまあ本製品って言ったらいいのかな、は4日から、チャンピオンズとアルティメットは4日からできるらしいですね。うん。で、スタンダードはちょっと見てないので忘れましたね。で、あとはですね、あと選手の見た目は変わるらしく、やっぱり次世代機に移行するので、無料アップデートで。4で買ってたら、なんか、なんだったかな。
なんかパスワードかなんだったか忘れましたけど、何かこうあって、それをこう入力すると無料でアップデートできるみたいなので、うん。だから一回一回こう PS5 を買ったから、21買わなくていいようになるらしいんでね。で、データとかも全部移行できるらしいので。なので。で、まあ、再構築された選手のボディっていうことなんですけど、まあ、ここにね、今ね、バルド・シュミットとかちょっと見えてるんですけど、全く新しい、グラフィックで、グラフィック自体もやっぱりちょっと進化してるので、まあ、ちょっとどころじゃないですけど、かなり進化してません。汗一つ一つ流れる、あれもね。まあ、トレーラーなんで、かなり綺麗な映像かなと思うんですけど、うん。でもまあ、次世代機はかなり綺麗な仕様になっているので、グラフィック自体がね。なので、まあ、近いレベルなのかなと思います。で、まあ、顔、髪、ユニフォームですね。高品質な、グラフィック、全く新しいレベル選手を、再現しているらしいです。なので、そういうとこもね、すごく楽しみですし、まあ、それによって、固有のね、感じも変わってくるのかなと思います。かなりリアルになるのかなと思います。で、これが僕、一番好きなんですけど、オフボールでの人間らしさを追求と、89分にレガースの位置を直したりとか、エンドゾーンでパスを読んだり、今までのスポーツゲームでは見られなかったリアルな動きを実現、細部にいた、宿ったリアリティでフットボールのあらゆる感情を最高レベルで感じろと。これはね、一番今盛り上がってるけど、すごく楽しみなんです。こういう細かいところが。いや、本当に、それは本当に思って、今までは本当、その、試合終了までの動きっていうのは、まあ、自分がプレイしてるんでね、自分で決めるんですけど、エンドゾーンにいる選手がボールをよこせって読んだりとかっていうのはね、本当に今までなかったことなので、あとレガース直しとかですね、多分他にもあると思うんですよ。今言ってることが全てじゃなく、他にも多分あるとは思うんですけど、その終了間際に向かってね、やってることっていうのは、でもレガースを直したりとかっていうのはすごくいいですね。うん。あと、まあ、なんだろうな。いやもうとりあえずすぐやりたい。10月1日にアーリーアクセスがあるので、アーリーアクセス、いやまあ、早期アクセスですね。あるので、それはもう本当やろうと思っているので、48時間ぐらいだったっけな。24時間だったっけな、なんかできるんですよね。先にね。うん、EA のあれ入ってる人がね。うん、なので。いや、もうやります。で、こういう動画もその時にね、撮れるだけ撮っといて、まあ、アップしていくんですけど。いや、あれはね、本当にね、ありがたいんですよね、僕からしたらね。うん、まあちょっと試合しながらね、言っていきましょう。で、まあ今回のスタメンは、ヌメチャがちょっと怪我から復帰したので、ちょっとっておかしいけど、怪我から復帰したので、今回トップで使います。で、あとは、前回と変わってないかな。ヌメチャが入っているぐらいですかね。うん。はい。じゃあ、ウニオンベルリン戦ね、取っていきましょう。はい、じゃあやっていきます。いや、そのね、さっきのね、話の続きなんですけど、まあ、その、早期アクセスできることによって、あら、スティーブンス、似合ってるけど、確かに。かなりね、こういう動画を撮るのは楽になったんですよね。今やったら発売して、次の日に上がるよう、順次上がっていくように、2日ぐらい寝てなかったりしたので、それがまあね、しなくて済むっていうのがすごく助かりましたね。あれはすごくいいことでしたね、僕にとったらね。そうキャクセスできることは、いや、ちょっとやりづらいな、なんか。あ、ちょ、マジでボール取れないね、今の。20でもかなりリアルなんですけど、あっちゃ、うそ。
So the first goal, it's 1-0. Trying to spot a potential ball to open them up. いやー、マジか。今の決められたらきついよな。Room for the cross. Floated in, back post.あ、浮いちゃった。Find the corner, but only found the photographers behind the goal. Yeah, nowhere near hitting the target there. でも本当21すやりたいですね。They've got the ball back by that interception. グラフィックとかがかなり進化してる。まあ進化はすると思ってたけど、まさかあんなにね、綺麗になってる。うるさいな子供。近所のね子供がねもうねもう本当規制がすごくて大丈夫なんかなって思うぐらい本当にすごいんですよね。結構いい年齢やと思うんやけどな。やっぱルスナークちょっと消されるな。来るな。早いな。他の選手と違うぐらい早いな、やっぱりな。あっ。やばい、ウニオンベルリンがすげえいいぞ。ユーナス・マーリン、ストライディングフォーワード、パーパスフォーリー。He's got good support in the middle if he gets his cross in. あ、やべ。パッパッパッパスしすぎた。He's aimed it in towards the front post. 危ない。A well saved.Going to be a corner. There was a chance, really, of getting into a scoring position then, but anything but. Stephen. Yeah, こぼれちゃった。いける。オッケー。Comes to get it to feet. He's come rather deep to do that. The main striker.出てんの今の。マジで。うわそうか。この辺りはセリア勝てるな。回の中は予期せぬゴールが多いんで、さっきのスティーブンスのね、あのボレーもそうなんですけど、ちょっと思ってないゴールが多いですね、当たった時にね。ドミニック・クー、well, they're doing well here in their search for this equalizer. いや、もう一人欲しい。あ、いるわ。ミトロファイザー。パスできずって感じやな。人余らしてんな、前線に。うわ、ファウルか。マジか。あっ、
ぶね。さ、1人に3人ついて負けるってやばない。やばいやマジで。あ、やべ。嘘だろ。出てるだろ、今の完全に。マジで？やば、2失点しちゃった。はい、後半やっていきます。エルナンデス下げて、パロスキー入れました。でヌメチャ左サイドに回しました。ほとんど出て、あの触ってないにも、あっちゃ触ってなかったんで、もうボールで、あのまあ一回サイドで使った時の方が動き良かったんで、ちょっとサイドにしました。よっしゃ、とりあえず1点。あら、ソーシャルディスタンスですかね。It's a very good game for us to watch, Alan, isn't it, from the neutral perspective? The home team going just now into a two-goal advantage. パロスキーはね、本当よくゴール決めてくれるんですよね、今ね。とりあえず1点ね。嘘。ハンドか。うわー、それちょっと見えないな。もうカメラが追いついてないもんな。あ、なんかね、あのね、セットプレーのキック変えてほしいっていうコメントをいただいてたな。確かにそれはね、すごく、あ、そっち、嘘。流れちゃった、雪のせいかな。ボールが思ったより流れたな。And I don't know really what the score's going to be here. I don't think there's going to be much between them. Kerr. Rusnak. なんでキャプテンマークはロベルトなんだろう。今思ったけど。Can really get at the opposition here. Here they are still probing away. Well, perfect conditions for this. The slide on the. うわ、無事か。間に合わなかった。うますぎひんか。It's a second goal for Wolfsburg. 60 minutes played, 2-0. That's Alan McAnally keeping us bang up to date. あぶね。Well to reach it, but he couldn't keep it. Sanchez. One or two options now in forward areas for them. Sanchez.Going forward well. The target players in the center. Keeper has reached it and rested. もう一人いなかったですね、奥にね。惜しかったですね。うますぎるよね。こっちが体当ててる意味がないよね。McAnally is at the Red Bull Arena and news of a goal, Alan. It's a second goal for Hoffenheim. It's been scored by Sebastian Rudi. He's a lucky man. 6 yards out, he got his foot underneath the ball, hit it high. Lucky for him, it hit the underside of the bar and in. コアはかなりボールダッシュしてくれるんやけど。マジで？あっさり負けすぎじゃね？
これまたあれなんだろうな。いやーちょっと切り替わってくれない。今のも危なかったな。よっしゃ、オッケー。もうこれは大丈夫やなって思いながら攻めてたけど、よかった、ゴールいけて。オッケー、オッケー。ホッスもなんだかんだ点取るな。よし、とりあえず同点。なんかパラサイトって言わなかった。危ないやつやんけ。マリーがうますぎるんやな。うっそ、あぶねえな、ブレドローナイス。ちょっと切り替わってくれ。いやー、おお、マジか。いいですね、バラスキー粘ります。あ、もったいない。もうそこまで粘っといて、まさか取られるとは。パス出そうと思ったのに取られちゃった。やっぱヌメちゃんサイド使った方がいいんやな。動きが全然違うな。いやいや、オッケーオッケーオッケー、それでちょ選手変えよう。え誰かえんの。But he's cleared it. Well, Alan, here's the substitution now. Yeah, he certainly chipped in with a really good performance and got a good goal too. Good defensive clearance there. Spaced across the ball now. A great tackle. He's really been solid today. Referee's had a good look and decided what he's seen from this.いや、バイザーがあんまりそこにいたらまずいと思うんやけど、俺的に。あ、うわっとっとっぷね。もう勘弁せえよ、マジ。あー、取らなかった、最後の最後。あー、引き分けちゃったね。いや、でもまあ、この試合の感じだったら、まあまあ、しょうがないんじゃないですか。引き分けでもいいと思わないと。はい、まあ2失点しましたけど、ブレドローの、活躍がないとね、4失点ぐらいしてたかなと思うぐらいのね試合でしたね。ありがとうって感じです。うん、いやー、でもね、ウニオンベルリンがやっぱ良かったですね。ホームっていうこともあって動きが、1つ2つうちのチームより行ってたのかなと思うような感じでした。非常にやりづらかったです。なので引き分けれたのは、ある意味まあ良かったのかなと思いますね。うん、はい、まあ今回はねこれぐらいで終わりたいと思いますので、うん、
なので、また次回もね、よかったら見に来てください。じゃあ終わります。じゃあね。バイバイ。